ゃねえから。もう。
ろよ。出前聞いてる状態で初めて回せんだで。どうして勝つ気なの。やたらこっちに来てるな。じゃあこっちにあるかもしれねえな。そう思ってる。もうデボは聞いてる。あった。デボはここ。いやもう報復とかつけてるよ。報復とかつけてるわ。トーテム針の興奮らしくものもつけてるわ。面白く見えないゲームされんじゃねえよ。トーテムとかよ。やってんじゃねえよ、トーテムとかよ。ドラが対応できねえんだよ。対応できねえからなんだよ。トーテムがあるんだから、トーテム探して壊すべきなのに外れ機回してんだからよ。僕は聞いてる状態で外れ機を回してんだから無理に決まってんだろうよ。毎回このパターンだもん。トーテムがあると思ったら、ルーンがあったらまずルーン壊せよって探すだろっつよ。毎回こうだもん。トーテムはだから反則行為してるのは、トラが対応できねえからね。トラが対応できなかったら別にいいんだけど、引っ張ってること言って対応できねえって。ルーンがあってルーンのことも考えずに破滅を壊そうともしねえで強引にぶっちゃってんだから。バッカイだぜ、毎回毎回よ。いやもうさ、二人がめっちゃいるの入ってるって無理に決まってんだろうよ。壊そうと思う、トーテム壊そうとしねえんだから。やりにくいくらい壊すんだもん。ベブアが引いてる状態のあれを壊せないんだったらもう、そうなるだろう。あとあれの解除をしないから偏りが生じてんだよ。吊るされてるところに偏りが生じてんだよ。偏りが生じてこれを直さねえからこんなとんでもない位置でとんでもない位置でこうやるし、マジで呆れ返るよな。ダメなプレイヤーなんだもん。まずトーテム壊さないでこれを解除しない、ダメに決まってんだろ。全部ダメのオンパレード。プリトーテムを探してる時間とかないから、もうだからどこ、みんなで気づいて壊せばいいだけのことで、トーテム探せないでしょ。だからハンデ戦になってんの。壊せる人がいれば別に変わらないんだけど、壊せねえ人ばっかりだの。トーテム専門家みたいなやつがいればいいんだけど、
回さねえんだろうよ。自分のことばっかり考えてよ。なんで回さねえの？本当によ。その行動によってこれが上げらんないだろう。でニコラス・ケイジは何もしねえだろう。エボアがあるんだぞ。つけてくれないと回復してるんじゃなくてつけろっつのやられてもよ。チームプレイしろよ。ニコラス・ケイジもちゃんとやると思うか。やるわけねえじゃん俺しか。これこれヒーローじゃん。ダトラスバース。よし、常にちゃんとゲートをちゃんと上げるって意識があるプレイヤーと、そのプレイそういう意識がないやつとの差だよ。そんなのに託してたら負けるに決まってんだろ絶対に。俺が開けなきゃまた出るわけねえじゃん。もうこのゲームだ。あ、ありがとうございました。